1>, 1月25日、中国の署名人権弁護士、王前章さんの裁判が行われましたが、国家政権転覆罪で懲役4年6ヶ月が言い渡されました。アムネスティ・インターナショナルはこの判決を完全に不当と断じました。1月25日、天津市第二中級裁判所で人権派弁護士の王前章さんに4年6ヶ月の実刑判決が下されました。 王さんの妻、李文足さんはこれに対し、王前省は無罪で、有罪にすべきは公安局、検察局、裁判所だと声明を発表しました。さらに夫が選択するすべてを私は尊重し、支持する。これからも夫の権利の保障を訴え続け、子供と共に夫の帰りを待ち続けるとも述べています。就是

王弁護士はファールンゴン学習者の弁護を引き受けたことで2015年8月、中国当局によるいわゆる709弁護士一斉拘束事件の最中に行方がわからなくなり、それから秘密裏に3年間収監されていました。その後、2018年12月26日に、天津市第二中級裁判所で王弁護士に対する審理が非公開で改定し、 その後が中止されていました。NTD ジャパンがお伝えしました。